はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきたいと思います。暁大附属が実装されまして、まあ、それに付随して暁大附属高校デビューガチャということで、こちらの4キャラがピックアップ、まあ、ピックアップというかデビューかになっております。まあ、四女妹の彼女キャラ と、三本松が筋力キャラで固有持ちかな、で六本木 と、四女の、兄貴になります。まあね、自分は暁大附属はやったことないので、まあ、とりあえず、このデビューガチャをやってから暁大附属をやってみようかなと思ってます。でガチャの内容なんですけれども、まあ、初回10連が、パワーストーン150個で引けて、4キャラのうち PR 以上が1枚確定と、で SR の出現率は2倍になってます。で10連2回目がパワーストーン200個で SR 以上が1枚確定と、で3回目になります と、この4キャラのうちから SR 以上が1枚確定というような内容になっておりますので、まあ、10連は3回引いていきましょう。でまた例によってチケットの方なんですけど、チケットがね結構余ってはいます。PR ガチャチケットが16枚、 SR ガチャチケットが2枚で、 SR ガチャの補助券が10枚あるんで、まあ、これは2回引けますね。でそうすると、16、17、18、19、20、ね、20枠開けないといけないんですけど、イビキャラボックスの方が今ね300分の284なんですよ。もうこれねめっちゃカツカツです。もう開けて284なんですけど、まあ、このままじゃちょっと全部1回じゃ埋まんないんで、ミキサーをやりましょう。ミキサーを SR のミキサーガチャをやると、5枚使って SR が1個出てくるっていう感じになるので、まあ、ちょうどいい、ボックスの空き具合になるかなと思いますので、まずはミキサーをやります。SR ミキサーですね。まあ、誰を突っ込んでいくのかっていうのはもうちょっと、決めてあるんですけど、レア度順にして、でミコヒジリちゃんはいいよね、別に入れて普通のヒジリちゃんがいるんで、ミコヒジリちゃんをぶち込みます。であとは中之島もこっちを残して、まあ、こっちを入れましょうと、こうか。あと嵐丸も暗黒嵐丸が、いるんで、もう普通の嵐丸はいりませんと。で鈴本は今のところちょっと取っておきます。であとは水鳥ですね。水鳥も1枚残しておけばいいでしょうということでぶち込んで、であと1人は坂本玄君ですね。坂本君もすげえ3人いるんで、まあ、そのうち1人ぶち込んじゃいましょうと。まあ、立西とかもね別にぶち込んでもいいんですけど、まあ、それはまたの機会に、投入していきたいと思います。今日はこの5キャラを入れてミキサーをします。さて初ミキサーですね。初ミキサー誰が出るか、ゴー。ちなみにさ、ミキサーからさ、なんか PSR とか出んのかね。普通の SR ミキサーで PSR が出たみたいな。さすがにそれはないか。おお、葵ちゃんだ。やったー。これはまた解放していこう。まあ、この5枚を投入して葵ちゃんが出たっていうのは自分の中ではいいっすね。葵ちゃん今確かプラス2とかのはずなんで、まあ、解放ができるので、いい感じですね。でチケットがじゃあ20枚使っちゃいましょう。まずは PR ガチャチケットを10連引きますと、まあ、これも開放用ですね。ああそうか、こいつも常設されたんだっけ、ロゼルージュのやつ。ホープくん、ホープくん、あ、ミオちゃん出たのいいな。バレンタインミオちゃんね、使ってみてこいつ結構いいんじゃないかって思ったんで、バレンタインミオちゃんをねちょっと上げていきたいんですよね。まあ、イベント回数が全部で4回っていうのもいいし、通常のイベントも経験点か体力回復か選べるっていうのもいいですね。まあ、金徳がね不確定っていうのはあるんですけれども、まあ、金徳イベントも2回で終わるっていうのがかなり大きいですね。バレンタインミオちゃんかなりいいんじゃないかなと思い始めてます。そうか、こいつらもいるのか。あ、葵ちゃんの PR、 せっちゃんの PR も出たし、つくもの PR、 まあ、蛇島はどうでもいいや。小村ちゃんの PR も出たので、まあ、PR はかなりいいキャラが出たかな。で、SR ガチャチケット、これが2個あるので使っていきましょう。あ、そうそうそう、 SR ガチャチケットね、暁大附属高校をクリアしてパワープの2016と連動させると、
SR ガチャチケット1枚もらえるんですけど、まだ暁大付属やってないんで、まあとりあえずこの2枚を使っていきます、まあ、連動は後でやってまた別の機会に引いていけばいいでしょう。これも2回引いちゃいましょう。ポーンと、おー、浜崎くん、あ、鎌狩りが出たね、いいね。浜崎くんはね、もう PR のプラゴが確かね2つくらい溜まってるんで、これは合体させていきましょう。で、あとは SR ガチャ補助券も10枚あるので、もうこれも2連でいっちゃいましょう。鎌狩りがいくつになるかな、これで。結構みんなレベルが高くなってきたのが嬉しいな。お、ひじりちゃんで、しぶちんかしぶちんはいいか、どっちでも。ひじりちゃんも強化されてね、結構ね強いっすね、普通に野手で使って。で、まあひじりちゃんもね強化されたバージョンをサクセスでやっていきたいんですけれども、まあそれもねいつか動画で上げられればなと思ってます。じゃあ暁大附属高校のデビューガチャに行きましょう。まあこれはエビキャラボックスは埋まってても大丈夫なんで、まずは単ガチャやりますか。15だし、うん、まあ普通だな。単ガチャはね、なんか今まででね2回 SR が出たことありますね。余剰の R ですね。これは別に、いいとして、じゃあまずは10連。さて SR2 倍になってるんで、ここで出てくれれば嬉しい。グググポン、おお、赤背景きたね。で、まあいろんなそのガチャのあれを見てみると、 SR2 倍でね、だいたい3回やれば1枚くらいは出てくるかなといったところですね。りょうちんか、まあそうだよね、その一番先頭に来てたわけじゃないから。今回はりょうちんの SR がまあ出てくれましたと。ではではでは、2回目に行きましょう。2回目はまあ普通の SR キャラと、まあ4キャラのうち誰か来るかもしれないし来ないかもしれない。でね、やっぱりいっぱいガチャ引いてるのを見ると、もう3枚抜きとかもねしてる人いますよね。おお、みおちゃん、これはあれかな、バレンタインにぶち込みたいね。まあでもやっぱりね、プラゴにしてからバレンタインにぶち込むかどうしようかな、ちょっと悩むねこれは。もう普通のねみおちゃんだったら、まあバレンタイン使った方が、バレンタインイベントがあるんで絶対そっちの方がね得なんで。じゃあ3回目ですね。3回目は4キャラのうちからまあ1人出ますと。まあ正直誰でもいいや暁キャラね、よくわかんないっす俺。さてさて誰だ、おお、余剰弟、これは確か精神キャラですよね。金徳なんだっけ、精神的支柱だっけ。でね、こいつね精神キャラなんで、なんかね投手でもなんか使えるみたいな、なんかそんな感じになってましたね、ちらっと見てみたら。という感じで、SR キャラは余剰でした。じゃあ、ガチャ動画はここら辺で終了して、まあ、次はね暁大附属の、サクセス動画をやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。